ポンピーレッドパーソナルとポンピーレッドプロフェッショナルはパーム社が開発した第二世代のパーム PDA デバイスで1997年3月10日に発売された。パーム社は 1201U モデムも1 4 4ロビット S で販売し129ドルの価格で発売していた。旧モデルのパイロット1000、5000デバイスのユーザーがパームパイロットプロフェッショナルに合わせて OS ロムおよびラムをアップグレードするためのアップグレードキットもリリースされていた。発売当初の小売価格はパームパイロットプロフェッショナルが399ドル、パームパイロットパーソナルが299ドル、アップグレードキットが199ドルであった。アップグレードキットは発売後の限られた期間で99ドルで既存の登録済みパイロットユーザーにも利用可能であった。 これらのキットには IR 機能、IR ダイオードを収容するための新しいプラスチック製メモリドア1メガバイトのメモリカードパーム OS2.0 用の新しい ROM、および最新のデスクトップソフトウェアを含む CD r o m が含まれていた。ありがとうございます。